これより戦闘結果報告を行います。第三使徒渚薫、セントラルドグマに突如出現した使徒の正体はフィフスチルドレン渚薫であることが判明。目標はターミナルドグマを目指して進行しました。初号機パイロット碇伸二及び3号機パイロット鈴原杜氏が目標を追撃。接触に成功し、目標に対し説得を試みます。結果、碇伸二、鈴原杜氏両名による目標の説得に成功。以後、渚薫は従来通りフィフスチルドレンとしてエヴァパイロットを続行することになりました。以上、報告を終わります。